のショールームにお邪魔しまして、まあ、フィールズさんといえばこの年末の、まあ、待望の新代ですね、エヴァンゲリオン15作目パチンコで、はい、いよいよ登場ということで、まあ、こちらをですね、丸裸にしようという企画なんですけども、はい、まあ、例によってちょっと私だけでは心もとないということでですね、あの素晴らしいパートナーをお呼びして、はい、やっていきたいと思います。お願いします。では早速ご紹介いたしましょう。はい、どうも。もうちょっとかっこよく鳴らす。はい、すいません。あ、いいですかね。じゃあどうぞ、ドレミさんです。いや指鳴らす意味全然ないよね。はじめまして、ジャンバリドット TV ドレミです。よろしくお願いします。お願いします。いや、はじめましてなんですよね。なんかあの、ね、ツイッターでは。なんか初めて会ったことないような。はい、ないような感じがします、私も。そうですね。なんでだろう。まあ、初対面のくせに散々待たされてるんで。すいません。これテロップ入りますから、今日トミー遅刻してきましたみたいな。そうですね、今日ちょっと私の担当の、あの、臨転先が。はい。彦根店でして。そうなんですよね、すごく遠い移動をされてる。ちょっとあの高速道路がちょっと工事してたりとか、ちょっともろもろございまして、申し訳ございません。よかったです、でも間に合って。あ、いえいえ、本当申し訳ございません。すいません、はい、皆様すいません。では足早に進めていきたいそうですねなんかこうエヴァンゲリオンに対してなんか特別ございますか。私パチンコハマったきっかけの一つでもあるんで、もう昔のエヴァンゲリオンが、楽しみですね。そうですね、めちゃめちゃ楽しみです。ではその辺もじゃあお話ししながら、そうですね、打っていきながらやっていきましょう、はい、ではよろしくお願いします。よろしくお願いします。ということで、実際こういうフォルムの機械なんですけど、どうですか。すごいですね、思ったよりも大きい、大きいんですよね、びっくりですね。でハンドルです、これです。何よりもね、やっぱりこれですね。何よりも一番ね、こう画期的に確信したのはやっぱこれじゃないかなと、はい、これはね、もう絶対触れとかんとかね。ですね、はい、めちゃめちゃ便利ですね。いや、めちゃくちゃこれ、ね、最初どんなもんかなと思ってたんですけど、いや、私結構長時間打つんですよ、プライベートで。痛がりません。そう、だからすごく楽ですね。早速行きましょうか。やっちゃいますか。もちろんはい、手玉バトルですから、はい、そうですね、大当たり、早当たりではなくて、そうです、当たってから出玉ですよね。そうです、はい、出玉勝負ということになります。で、今回の罰ゲームがですね、はい、罰ゲーム何しましょう、トミー。出玉バトルに負けた方が、はい、もうエヴァンゲリオンの方といえばやっぱ初号機のこの方向、はいはい、わーってやつをですね、はい、まあ、やろうじゃないかと。で、今ちょっと体傾けて打ってるじゃないですか、はい、めちゃくちゃ楽です、このハンドル。確かに今普通だったらちょっと体勢きついんですけど、うん、そうですね、思いました。右左どっちで持つのが楽なんですか。今こうやって話してますから、はい、右でもいいです。で、多分左でも多分何もあれもないです。全然慣れてしまう、余裕ですね、これ。めちゃくちゃいいっすよ、これ。トミーぐらいになったらどんなハンドルの持ち方するんですか。僕ですか、打つとき、はい、僕いつもこうやって打ってます。やんちゃだな絶対確認するからな絶対隣には座りたくないですそういう人がプライベートでいたら。ただまあ我々やっぱりヘビーユーザーとして、はい、1日最どれくらい打たれるんですか。もう終日、まあ、あのプライベートで、はい、朝から晩まで、もう打てるだけ、打つ時もあるし、まあ、3時間だけって時もあるし、でも基本的に時間がこうないと打ちたくないですね。わかる、ね、それわかる。後で用事があるときに限って確変止まらないとか、あるあるじゃないですか。あの負け方も、はい、まあ、もちろん負けること多いですけど、はい、やっぱり満足した負け方っていうか、あ、ね、もうここでこれ外れたらとか、そういくらまで使ったらみたいなところありません。そうですね、だからラッシュの最中に終わっちゃうとか、それが誰かとか何かによって変えられるっていうか、そう、物分かりのいい友達ならごめんちょっと確変中って、まあまあ物分かりですね確かにっていう人ならね、あの LINE ピット送ればじゃあおごってねぐらいの感じで物分かりというかドレミを知ってるやつですよね、理解のある人なら、まあ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 、むしろなんかおごってくれるラッキーぐらいの感じで、ああなるほど、いけますけど、そういう感じ。まあただね、今その時間定まとかで大当たり出玉の性能が、ちょっと待ってくださいね、警報になってます。警報、警報来ましたよ。シンクロフフフっていうのは何ですか。これ文字来てるから、シンクロフフフですね。警報からのシンクロ、もうなんか脳汁出とるんでしょうね、それですね。ちょっとなんかこういいんじゃないですか。おちょっとあの一瞬お前喋んなっていう目で見られたちょっとね、きつかったですね。あ、ちょっと怖かったです。あ、ちょっと、はい、みたいな感じで、いいですね、おなじみのシンクロ。
スペック説明はいつしてくれるんですか。あ、忘れてました、ごめんなさい、ちょっと夢中になりすぎて。あ、いや、いいです。じゃあちょっと一回行きましょうか、はい、スペックが、319.7 分の1。あ、ダメなの。はい、ダメでした。 319.7 分の1の VST タイプです。なんとラッシュ突入率が時短込みで 70% ということで、はい、ラッシュに入ってしまえば右打ちすべて10ラウンド1500玉ということで、増えるの早いんじゃないかなと思うんですよ。ちょっとロングに刺さってますけど、確かにね、トミーこれもういってますね。演出来ましたね、これ来た16の人、アルミエーサル。間違えたでしょ、それ間違えた、もう炎上するから、ちゃんと呼んで、本当にすいません。うん、危ないよ、こういうのは。ポランティカルケーブルが断線したら熱いですよ。それは嘘です。エンジンかかってんな、おい。おお、これ目も光ったから、ひょっとしてちょっと厚めですよ、ね、おっとおばちゃんが。でも赤字になってますから、この演出は結構前作の14でも結構出てきたんで、はいはい、あんまり熱くなかったんでね、ちょっと期待。でもこれが何かあるから。え、お、これレバーはいきますよ。おー、ダメ、おい、やったよ、うん、すごいです、槍がロンギウスの槍がね、これやっぱり当落もこのボタンよりもレバーですね。あ、これだから多分熱かったんですね。そうしたよ、ドミー、早いこと当たっちゃいました、すいません。私がなんかあやふやなスペックを説明してるし、ごめんなさい、なんか適当な感じで。風も出ました。あ、はい、ハンドル、ね、これ今回ついてるみたいですね、風が来たらハンドル、ハンドル、クイーンエアーですね。わ、すごい、ブルブル、すごい、こっちまで響いてくる。あ、すいません、じゃあスペック説明の続きを、すいません、じゃあもう一回ちゃんと言いますね。はい。ちょっと、すいません、大当たり確率 319.7 分の1 VST タイプ、ちょっと待ってください、ね、ちょっとなんか経験、まあ、後でもいいですけどね。そうですね、後でしましょうか。演出がね、おお、はいはい、これ格演ですよね。いや、ちょっとクッと入れますね。70%やからね。 70% って言ってもこの図柄で当たる分には 70% もないんですけど。そうだそう、すいません。いや、素晴らしい。超えた方向、トミー磨いてもいいんやで。磨いてもいいんやで。これで演出が、はい、4つから選べますね。4人から選べ、まあ、一番最初、はい、碇伸二さんから、はい、ST 回数が163回で、はい、99.4 分の1をいけば全て、163回で99分の1、はいはい、右打ちは全てオール10ラウンド1500玉です。まあ、ST 機でね、気になるのはやっぱりこの速さ、はい、回転速度なんですけど、結構速いですね。あ、なんかサクサクいく感じですね。いきなりバーンと当たる可能性もありますね。ああ、そうですね。これ抜けた場合はもう終わりですか。終わりですか。そうですね、そうですよね。あ、ってことは通常に戻りますね、うん、あ、そっか、どうだ、お願いだ、はい、よくあるやつですね、バインって、なんか煽ってね。さあ、おっ、いけ、お、これは、よし、これじゃ、痛い、痛い、誰来る、誰来る、怖いのかい。新しいの見たよ。新しいパターンですね。新しいの持ってきたな。はい、あ、これは来た、あ、来た、うるさいな。でもそう、あ、焦らせてくるんですよ、トミーさんが。これは絶対熱い、光ったし、光ったし、そうですね、あ、しかも9、やっぱり奇数のが熱そうですよね。そうですね、リーチの信頼度も上がってますね、これ、はい、これはちょっとトミー、これは、あ、また熱そう。一応2号機の名前が赤になってましたよ。ですね、それがデフォなのかどうか。ただ多分これはいける。これがまたレバーがね、押せとかだったらとかで、そうですね、今ボタンしか、どうだ、ボタンか、はいはい、オッケーオッケー、
来ましたね。これで1500。そうです、オール1500ですね。もう1500です。わあ、いいなあ。ほら、ポーンっていうのが、うん、ヤマトの大当たり、ヤマトの当たる時と一緒なんですよ。おー、気持ちいい。やばいやばい、なんか気持ちが焦ってきた。まあ大丈夫です。私ね、結構負けず嫌いなんで、こう当たってるともう焦ってくるんですよ、気持ちが。絶対に負けたくないっていう。ゆっくり、ゆっくりでいいから、大丈夫、うん、悔しい。その若干目怖かったですね、うん、アタッカーも上なんで、はい、いいですか、消化がとにかく早い。あ、それいいですね、アタッカー上いいですよね、あれ、おお、いきなり当たりました ね、 ね、回転数のところが赤でした。あ、そういうのもいいですね。いいですね。あれってなって、うんってなった。ちょっと違和感演出的な感じで、うわーいいな、そういうのも。当たりまだ？ああ、ええ、これからこれから。いいですよ。ちょっと待ってください。いいですよ。はいはい。トミー、そういえば、はい、ライブ収録も間空きましたけど。おお。あ、なになに？なになに？ホリューレンじゃないですか？絶対やん。あ、リーチか。でも暑いですね。収録そうですね。久しぶりなんですけど。どれぐらいです？いや、100万ぐらい買ってた言うてたじゃないですか。そんなに？どうなりました、あれ。なんか音聞こえにくい。どうなりました？100万ぐらい買ってたって言ってたやつ。100万ぐらい買ってた。私ですか。はいはい。10万勝ちぐらいです。えらい負けた。あれ何ヶ月前でしたかね。半年前ぐらいですか、ね、半年経ってないじゃないですか。そう、あ、経って前の、そうです。結構やられてますね。まあまあやられてます最近、うん、ただまだ15分とかですか。それでも6000発出ちゃってますからね。早いですね。めっちゃ早いです。今やっぱり早い機種多いですけど、やっぱりそこのすごい速さっていうのは魅力的ですけど、やっぱシンプルなこの ST っていうのもやっぱ大好きなんですよ。何でもかんでもね、早かったらってわけじゃないと思います、はい、今回これビスティさんっていうことになってますけど、はいはい、このね、まあ、三強系統っていうか、はい、この ST 中とかが面白いんですよね。はいはいはい、そうなんですよ。はい、来たー。はい、金文字揃ってますね、5、1、3が。いや、本当にこれ気をつけてくださいね。痛い、危ない。いや、痛いんで。なかなか挟む人いないと思うんですけど。まあまあ痛いんで。正直僕もシダの時ちょっと挟んでみました。うわー、かっこいい。ボートボーン、ボーナス解放。今右打ちたいやつになりましたね。まだですか。ちょっとまだ。あ、やっぱ引き立てるためにって感じですね。なるほど、さすが。高く飛ぶために。トミさんは降りそうなところで。あ、なるほどなるほど、はい、じゃあちょっと方向の準備しといた方がいいんじゃないですか。やばい、6450発。はい、あやなみに変えます。あ、まだアスカちょっと見てないから、もう一回。トミーさん誰が好きなんですか。あの子が好きです。あの人が好きです。誰ですか。ミサト。あ、ミサトさん、お姉さんみたいな、ね、ああいうのがすごい好きで。ドエメさんはいるんですか、お気に入りキャラ。あ、私はこのカジさん。あ、やっぱこうワイルドな感じ。あ、なるほど、まあ、好きなタイプで言ったらってことですけど。あ、普通っすね。ごめんなさい。ごめんなさい。2人とも普通でした、ね、あ、すいません。確かにお姉さんみたいな人とお兄さんみたいな人って。あ、風や。お、当たり確ですね。福音エア。これ一人自分にしか分からないと嬉しいですね。いいですね。それ風出てきたらトミーどないするんですか。じゃあ、一応周り見ます。吹いてるで俺。いや、やばいやばい。さあ、まあドリミさんもそろそろ当てときましょうか。そうですね、そろそろ当てたいところです。当てときましょう。保留、保留、変化、はい、あ、すいません、風来ました。はい、ちょっとこれでもこの前半でバンって当たる感じ最高ですね。最高ですね。
最高、100回以上余裕を残すね。そうなる台はあの優越感ね。そうなる台はもう連チャンしますよ。いやこれは、まあ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 、もう私次当たったら1万発超えますからね。覚悟しておいてください。早い。確かにカウントダウンからの、おい、はい、1万発すごい。いや面白いね。いや本当に面白いですね。いいっすね。最高ですね。これ面白い。やっぱねビスティさん、あのやっぱ ST の面白い作り方、うまいことやっぱ勉強されてますね。あのヤマトがやっぱ素晴らしかったのと同じで、やっぱあのうまいことをこう踏襲するというか、はいはい、1万発すごい早い。本当にそれこそ30分経ってないですね。いや私ね、本当にこのパチンコのお仕事をさせていただいてるんですけど、こういう大事な、これ言ったらね、触れない信頼じゃないですか。本当に出せないんです私。なんでなんですかね。プライベートは何なんですかね。いやもう本当に何なんですかね。タレント力なんですかねそれ。やめてやめてください。悲しいけど。いやそんなことないです。あの打っててね、はい、やっぱりあの右打ち中の演出ってユーザーにとって結構大事な部分やってずっと思ってたんで、はいはいはい、やっと本当にこれ面白なってきた。赤なった。あ、来た。これは来た。風も風はまだ、風まだ。おめでとう。おめでとう、来ました。もうおめでとうやから勝ちやで。もう勝ちですね。あ、勝ちやで。いや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 、もうええんかなこれ。いやいや、おかしくないですか。なんかちょっとこれなんかやってるでしょ。さすがに。さすがに。それね、結構読んだゲストの方言うんですよ。やってるでしょ。やってるって何。やってるね。何やってるって。いつも飲んでる時。今初めてなんか薬物がくしゃくしゃってなりました。お。お、赤文字。さすがにかな。ゼルエルはちょっと弱いな。ああ弱いわ。あ、こっちや。え、うわ、当たるでしょそれは。ウェイ、トミー止まらんな。止まらんっすね。ああ、おお、ちょっと待って、私も来ましたね。かっこいい。あ、もうこれやっと来ました。本当ですか。本当ですか。はいはいはい、もうお待たせしました。最後これでしょ。これが来れば。外れろ、外れろ。誰だ今外れろって言ったのは。あの横のちょっとメガネかけてる人。外れちまえ。いや、これはもうもらいましたわ。でもちょっと単発の部分もね、見てみたいですね。確かにそうですね。そうですよ。確かにって、そんな言うてたら吠えなあかんなります。あ、で、そうじゃなくて、あの、核兵に入るってことばっかり考えてたんで、その可能性もあります。あ、来た来た来た、レバーやっぱり。やっときだ。しゃー、やりました。あのレバーの入れ押し込み方ガチでした。ガチやったね。片手でやりましたね。ごっつかった。こういう感じで本気でしたね。本気でした。結構ハマっちゃいましたが。そうです、150回転点ぐらい。いや、そんなことないですよ。30回転ぐらいで。いやいやいや、ちょっとおしゃべりで。私14000発。え、インパクトレバーね、入れて。さて、インパクトレバーで入れましたよ。まだ確変かどうかは分からないですね。まだ、はい。あ、あ、これ動かないですね。単発やったらもうその時点で負けですか。え、通れ、通れ、え、え。まあ、まだね。まだ分かんない。昇格演出もあるし。もうここで昇格することはないですよ。大当たり中ね。あったんちゃいますかね、確か。ちょっとで、時短が何回でしたっけ。時短が100回ついてくるんですよ。100回ついてきますんで、まあ、ワンチャンね。引き戻し率が27% ぐらい引き戻しできるんで。全然あるじゃないですか。全然エヴァといえば時短ですよ。いや、しかも ST 機の100回転の時短って言ったら、はい、まあまあやれません。まあ、あの他のメーカーさんですけどね、はいはい、漆黒もしかり、まあ、北斗無双しかり、はいはい、北斗無双なんてその最たるもんじゃないですか。そうですね。そもそもまあ319なんでね。まあそうですね、うん、全然やれるんじゃないですか。これって
時短が終わっちゃったらもう私終わりですか？負けですえ当然ですよ。よし、はい、トミーもう一発来るな。ちょっとね、ST が減ってきてるんで、この辺で来てくれたら助かる。よし、リーチ。どうなの、誰や、誰来る、ドレミオッツ。ああ、ゼロ。いや、まだ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 、あるんで、大丈夫。ゼロどうだ。え、もう終わりですか。いやいやいや、大丈夫。まだまだリーチ中です。あー、ごめんなさい、なんか汗かしちゃって。全然大丈夫。こっちからあんまり見えないんで。あ、ちょっと弱い、弱そう。おーし。ね、なんかその私思いました、その恐る恐るボタンを押すのやめてください。なんかもうドーッと押してほしいのに。いや、さながらです、実践さながら。なんか、あ、たちょっと知らんかったけどみたいな雰囲気。ほら、やからあれだった、やからあれだった。やからあれだった。いや、早いな、やっぱ。いやでもこう右に入ってしまうと早いっていうのがいいですね。めっちゃ早いです、やっぱ。でそれが全部10ラウンドで、まあ、程よくいい速さ、速すぎず、確かに早いんですけど、はい。ちょっと待って、今なんかありました。あ、これもしかしてあれじゃないですか、最終号機の煽りじゃないですか。最終号機激アツちゃうんですか。煽りなんですけど、したら激アツな。あ、ですね。お願いお願いお願い、おお願い、お願い。来た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 。あ、行ったわこれ。これは行ったわ。焼くものも稼働しまして、これやっぱ見せ場作ってくるな。さすがやの、大チャンス。はい、カオルちゃん、カオルちゃん来たからもう当たり。レインボーに光ってますね、ボタン。おおお、藤間さん、カオル、カオルボタン、藤間さん、これ見えます。しかもカオルちゃん、カオルモードで 出やすいんですかね、やっぱり。あ、今カオルモードですか。あ、そうです。あ、なるほど。もう全部当たってるんで一通りも行ってまおうもんね。あ、うん、言いたいな、それかっこいいな。最終号機いかついな。大チャンス来てますから。めっちゃかっこいいな。めっちゃかっこいいですよ。めっちゃかっこいい。いやいいな、めっちゃ楽しいなこれ。いやいやいや、なんかすごい綺麗、映像が。最終号機は激アツなんでね。激アツです。で、焼くものも動いてますから、まあいけるでしょう。嘘でしょ、嘘でしょ、復活でしょ。え、復活でしょ、バーンでしょ。はい、来るでしょう、それは。よっしゃよかった。ちょっと今ドキドキ。大丈夫です。ということは、どっちでもおもろかったっすけどね。ということは私も見事、ね、確変ということで、ね、やったー。じゃあ勝負ですね、やっとね。よかった、本当に嬉しい。私1万7000発まで来ました。はい、早い、めっちゃ早い。この程よく速くて程よく演出の見れる感じが最高。そうそう、ね。まあ、まず私はシンジ君で行きます。何何何、さっきの残り何回でいらんかったわ。お、なんか言うか言うか、いらんかったわって。そんなん言われてた。あーあー、カオル君、またカオルちゃん、いいですね、完全告知っぽい感じが ね、 そうですね、いいですね。しゃー、あ、赤、おー、早い早い。いやいや、早い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 。お、どう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 、お、2、1、0、ゼロ来た。こわー、これは行きました。おー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 、やったー。気持ちいい。今のは気持ちいいな。あんな、今のはカウントダウンいいな。いや、でもカウントダウンもなんか早すぎて、いいですね。あれ、もしかしてぐらいの感じでしたね。
うわあ、声ちょっと練習しとかないと。負ける気満々やん。一応ね、思ったより高いんですね。おーみたいなね、うん、あの低いと高いが混ざってる。そう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 、ただただ低いだけじゃない、2話音か3話音ぐらいはありますよこれは。なんかよかったらハモりません一緒に。ああそうです ね、低いのと高いので、うん、なんでやねん。18,500。早いな、あと1回で次でもう2万発か。そうですね、2万発押せ。あーなるほどね、これは保留変化ないけど、やっぱでもね、手疲れにくいですね。全然確かに、うん、いやこれは行くでしょう。来てる来てる、これはレバー煽ってるよ。いいよ、あ硬い、あ硬い、今自分の戻った戻った。あーこれね、これですね、これ激アツ。今本当にバキンって行くもんだと思ったから、自分の腹筋にプッて、うん、そうですね、すごい硬かった。なるほど、一気に追い上げてきましたね。来た来た来た、おお来ましたね。またこれは赤保留と捉えていいのかな、色的にさっき緑だったしね。ああそうですね、それは来たな。たまに赤保留に見、あの見える赤保留じゃないやつあったじゃないですか。ああ、あの金に見えてる、これ全回転じゃないですか、無合気。これはもしかして金に見えて、なんか金じゃないやつ。そう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 、あれ黄色、黄色みたいな。そうそうそう、これ全体全開、レバーといえば全回転だよ。え、マジっすか。多分そうだと思います。すげえな、かっこいい、かっこいい。見たいやつどっちも見れた、すごいですね。ねえ似せますね。いや、さらっといくんですね、このなんか、それがたまんないですね。全回転や、ちょっとやばいですね。48、50切りました。やりました。48？ はい。いやでもまだまだ。かっこええ。あ、しかもこのまま見れるっていうのがいいですね。ね、全回転のまま。やばい。30回。そうです。ちょっとまずい。いやでも言っても十分な手玉ですもんね。まあ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 、はい。もうもちろん。3、2、1。あが、ダメ。ラスト。まあ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 。なんぼですか？18,465発。すごい。13連。13連か。さあ追い上げるドレミ。いやもうちょっとこれは本当にでもすごい今いい演出見れたからいけそうな気がする。トミーどうします？待っときます？それとも演出見せときます。あ、私一応撮りましょう。あ、じゃあ脳幹で、ええ、脳幹で見せときましょうか。なんか臨場感ありますよね。ねえ、すごい。あ、初めてプラス。え？え？なになになに？来た。最終号機。おー、嘘。すいません。よし。とりあえずちょっと弱い感じ、弱いけど、あ、オッケーオッケー、あ、かっこいいっすね。いやいいな、でもこの当たり方。さあ各辺一枚だ。なんかもう一回確変いきそうですね、トミーさん。おぉ、ちょっとこれやってんな。やってるわ、俺。やってんのか。普通にいいっすね、でも普通にピッてなるのが。ピッてなるのいいですね。ピッピーもいいし、ピーもいいね。いろいろいいですよね。何の会話したの。何や、ピッピーって。ピッピーって戻りみたいな。あの、あと残り35回ぐらい。分かんやん。こっからですよ、ST っていうのは。ST なんていうのは、もう転廃したらそこでチャンスです。まあ、どうせ緑ぐらいでしょう。来た。来た緑、緑、変わる変わる、赤までいった、赤までいった、あ緑かー、押せ、チャンス、ちょっとおしゃれに書いてある、ダメだね、
多分ダメだ。いやおでもおちょっと待って。おお刺さった。これはいったでしょ。これはいった。槍が刺さった。ロンギヌス刺さっちゃった。ロンギヌス刺さったらもうもらいです。これはもう行くやつですよね。信じくん信じくん信じくん。こういうやつ。いやあれは準備中。来ました。また硬い。うわあと何回転やったでしたっけ。あと30回転ぐらいですね。すこれは嬉しいやつや。嬉しい。結構やっぱりなんかこの ST 引ける気しかしない。いやそうですね、継続率は 81% なので行くときすごいことになりそうですね。おでもやっぱりこう ST だと激アツ外してもまだ、ね、そうそうそう回数が残ってればっていうところが面白さで、うん、おー機械度 80% って今出ました。出た出た赤字で、ね、これは行ったやつ、行くやつですね。ここだ。ザビエルしたんだ。ザビエルじゃん。レバー直りして、今あれレバーかと思ったけど、81% だわこれは。うわーすげえ気持ちいい。お二人とも揃ったもん。ちょうどシンクロしてます。シンクロ中。一緒に来たーこれ。ハモってますよ。ダブル方向、ダブル方向来ました。いただきました。トミーらしくなってきた。 おめでとう。おめでとう。さりげないな。最高。あーすっげえ気持ちよさそうですね。気持ちいい。ええ顔してますわ。今日一番のドヤ顔だ。で今回ねこのエヴァがもし仮に核片を引いて残ったへそで、へそ落ちってやつですね。当たっちゃった場合、はい、実は500回もらえるみたいな。ね、すっげえ。それそうみたいな。それはなんかなかなか救済措置的な。そう救済措置。気が利いてる。気が利く。それはね、うおー。ホリオレン。あ、これがホリオレンなんだ。あ、はい、間違えた。ちょっともう何が。あー、ちょっと待って、例の背景。うわー、すげー。これ、これは演歌、これ全部。何、今何が来たの。まさに丸裸ですね。あー、まさに丸裸ですよ、これ。見せすぎてる。すごいわ。ラミエルがピカピカ光るんですよね。はいはいはい。で、それ時にバーンって来るんで、皆さんよく大当たり中のラミエルにもご注目ですね。なんかこうぼーっとしてからいきなりいろいろ細かいところにうえーこれホリウレンだったってことですね。だからなるほど、こういう感じになるんですね。かっこいい。やばいなおい。あー例の背景かわいい。これ熱い。これ熱い。あと何回行かなかったんですか。あと2回当たったら多分トミーさんと並びますね。うわー10回、ま、さあカウントダウン7。おおおおおっしゃー夏。あー1、0でおお言うてもらってもいいですよ。もう何やったら流れで。あなるほど。言えないですね。なんか思ったよりタイミング難しい。あー悔しい。はい終了。イエーイイエーイイエーイ。これこれ私もいいですか。トミカッチ OK です。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。おじゃあお疲れ様でした。お疲れ様でした。いや結局ね接戦でしたね。接戦です。今演出の部分でもね、いや楽しバチバチお互い演出出してし、ね、続く、ね、びっくりしました。続く結果的に、私が13連で私が11連。あ惜しい惜しい。もう1500なんで、もうもちろんね勝利は私。わーということで惜しい。
カシャ。間もちょっと触れましたけど、やっぱ大当たり中とか右打ち中が面白い、はい、そうなんですよね。ね、なんかその早いし、うん、早いだけじゃない面白さ、やっぱどっちかというと大当たり中っていうのはやっぱちょっと暇って言い方悪いけど、はい、嬉しいけど、わかる、ちょっと手持ち無沙汰になるんだけど、はい、あのアタッカーが上にあるっていうのもあってめっちゃ早い大当たり中。だって2人とも言葉を失ってる時間があるぐらい見てた。そうそうそう、夢中になってました、ね、でやっぱいろんな違和感があったりとかそれを探そうとするんで、はい、だからそういうのもまたね、楽しみに、まあ、まだまだ多分全部が違和感に見えてきちゃったね、一部しかね見せれなかったと思いますけど、はい、そうですね、はい、まだまだ多分あの皆さんはホールで多分見つけることになるだろうな、はい、これはまあ12月4週からの一応稼働開始予定となってますので、はい、ぜひちょっと年末はね、あのちょっとなんかいろいろあったからパチンコ行かなかったなっていう人もまたぜひホールに足を運んで、はい、うん、とはいえ、はい、勝負は勝負でですね、勝ちましたから、なんですが、はい、まあ、最後恒例のちょっとお絵描きでね、あ、そうですね、ワンチャン逆転ありますよ、それあるんだ、そう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 、やばいな、いつもこれ負けられへんな、うん、ということでね、ドレミさんが一応チャレンジャーに、なるほど、じゃあこれまだワンチャンあるってことですね、はい、ありますあります、ひっくり返ることが、はい、それはそうです、なるほど、はい、まあ、ジャッジはいつも通り私がね、はい、公平かつ公正にやらせていただきたい、それはちょっと分かんない、はい、じゃあチャレンジャーのドレミさんから、じゃあ今日のテーマはトミー何でしたか。ですね、まあこんだけね、今回筐体としては新しくてね、ハンドルが今までやったらこうだったのがこうなった、まだまだこうパチンコ台で進化していくと思いますけど、はい、そうですね、まあ、10年後のパチンコ台はこうなってるみたいな、はい、それではチャレンジャーのドレミさんから、はい、どうぞ、はい、じゃん、なんかちょっとうまく描けなかったんですけど、これ何ですか、可愛いからいいよ、これ椅子、これはもう関係ない、これ椅子を描こうと思ったんです、これ椅子なんです、関係ないんですか、それ、これは関係ない、この虫みたいなのは関係なくて、種類、はい、これは私のサインで、はい、椅子です、これ下手くそなんですけど、ね、これラッキーって書いてあるんですけど、あ、ちょっとかぶるかも、え、嘘、当たった時に自分だけ先に分かるように微量の電流が椅子に流れる、電流電流が大丈夫か、それバイブとかあるじゃないですか、違う、ブーぐらいの、そんなにすごいのじゃなくて、うん、ここにも椅子にもつながってるよって先に、あ、先読みみたいな感じ、なるほど、椅子ね、椅子、これね、ちょっとベッド見たなんか違う業者が作るかもしれない、あでもちょっとおもろい顔かけるタイプで作るかもしれない、すごい臨場、いろんなね、なるほど、こうから出たりこうから出たり、いいですね、なるほど、まあちょっと話聞いてたんかなっていう話なんですけどね兄弟かけうとんですけどね、わ、うん、かりました、あ、兄弟って言ってましたけど、いや、はいはいはい、違う、10年後のパチンコはこうなるっていう、まあ、一つの演出でしょ、まあまあパーソナルスペースとして、ね、はい、ちなみにその脇におる生き物は何ですか、これですか、これ椅子描こうと思ったらなんかわかんないから顔を描いちゃっただけで特にないです、これは関係ない関係ない、それではじゃあ、はい、チャンピオンのトミーが、はい、私の10年後、まあ、未来のパチンコ台、こんなんなっといてくれ、はいはい、どうぞ、まずハンドルがヌルヌルになる、え、なんで、それは物自体がヌルヌルなの、なんか暑い時になんかヌメヌメしてくる、熱い展開ね、熱い展開、あ、演出の一つ、何これみたいなで、なんやって椅子もなんかヌメヌメしてくるって気も絶対風的法違反やヌメヌメは本当嫌ですね、まあ、2人ともちょっと日本語わかんないんでしょうねあの筐体や言うてるのに2人とも椅子行ったんで、筐体一応僕ハンドル言ってますから違う、これ加点、これ加点、わかりました、じゃあこれだってサダコと リングとか運ぶ、いやでもヌメヌメしたら激アツみたいな、ホラー系やったらね、もうめんどくさいんでいいです、はい、ジャッジします、はい、はい、勝者、はい、トミー、やったー、はい、それはこれと関係ない、なんでかと言う、リュウちゃんと言います、はい、今回リュウちゃんと、なんでかというと一応兄弟に触れたから、よし私が10年後の未来としか聞いてないです、未来、未来のパチンコの演出みたいな、まあまあ大丈夫、終わりな、ただね、なんかまあここでもどうですか、一、はい、人で、いや、ハモりたいなと思って、どうせならどうするんですか、トミー、上行きます下行きます、ハモるんだったら、あ、もうそもそもハモるんですか、じゃあ僕は一応じゃあ上行きます、逆な方はね、ハモんねんです、じゃあ私下、次下へ低い方行ってください、はい、どれぐらいの、はい、じゃあ行きますよ、3、2、1、うわちょっとやってもらっていい、違う違う違う、釣られちゃった、上行っちゃったんですよ、ごめんなさい、うぅー、オーケー、もう一回、ツーテイク、ちょっと、ちょっと高かったから、高すぎて、高すぎてびっくりしちゃった、それじゃあ、トミーとドレミの明日への方向、明日への方向いきます、3、2、1、うぅー
いですか。おもろい。面白い。面白かった。カットしないでください。じゃあ最後じゃあトミー締めてください。はい。はい、ということで今日はありがとうございました。ありがとうございました。それでは皆さんまた次回お会いしましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。